それじゃあ追い込み作戦が妥当か。でも人数が足りなくないか。あ
なんだお前ら。いや、たまたま通りかかっただけだけど、この集まりは一体何なんだ。いや、別にちょっとした会議をしてるだけだよ。なあ、こいつらに一区画を守らせておけば。ああ、なるほど。ん？どうした？ああ、悪い。それよりあんたたち、モンスター討伐を手伝わないか。追い込みをかけたいんだけど、人手が足りなくてさ。俺たちの言う場所に待機してるだけでいいから。うん。ねえ、この討伐って攻略に関係あるの？攻略？あ！どうする？前にもモンスターを探し出す展開があったし、ちょっと引っかかるけどね。この討伐が攻略に関係しているのは間違いないのか？間違いないよ。わかった。助かるぜ。あんたらが一区画に待機しててくれればモンスターを袋小路に誘導できるからさ。討伐するなら確かに人海戦術は効果的だよね。いろんな場所に人を立たせて袋小路に追い込むって作戦らしいので、これが野良パーティーですか。本当に目的が一緒ならな。協力することは大事なことです。
頑張りましょう。攻略に関係した討伐だって言ってたけど、とはいえ前にモンスターを探し出すイベントをやっているだけに無視もできないし、仮に本当はあの人たちに別の目的があるとして、私たちに嘘をつく理由って何かあるのかな。ただモンスターを討伐するだけなら何かを隠す必要ってないように思えるんだけど。嘘をつく理由か。おっと、メッセージだ。どうやら作戦が始まったらしい。それじゃあみんな準備につこう。なんだかドキドキします。まあ立っているだけでいいって言われましたけど、あからさまに利用されてる感じで私はあまり乗り気になれないわ。攻略に関係してるって言うから協力するだけ。第1班が誘導に成功した知らせだ。現在第2班が誘導中。ここは第4班ですよね。最後までうまく誘導できるかな。私たちが失敗したら何を言われるか分かったもんじゃないわ。それがノラパーティーの欠点でもありますよね。本気で攻略したい人たちにとっては足手まといになった場合怒りたくもなるんでしょ。ま、逆に初心者歓迎っていう人たちもいるわけだし、どんな人に巡り合うかは大事なことよね。第2班が誘導成功。第3班が誘導中だ。作戦がうまくいっているみたいだね。もしこれがうまくいったら私たちも同じように協力してもらう？ああ、ここまでしないと討伐できない相手なら俺たちだけでは厳しそうだ。第3班誘導成功。次はいよいよここだ。準備 OK です。そんな、お前たち何よこれ。あの人たち私たちを騙したってこと？どうやらそうみたいだな。待て、ティア。そっちに向かうのは我だ。俺たちの後ろに行け。その言葉を信じろというのか。そっちは袋小路なのよ。追い詰められるわ。お願いティアちゃん、本当に危険なの。私たちの後ろに逃げて。時間がないのよ。グズグズしてたらあいつらが集まってきちゃうわ。ティア。何が攻略に必要な討伐よ。大嘘じゃない。よりにもよってティアが相手だったなんて。許せないですよ。私たちを騙すにしてもひどすぎます。おい、連絡がないけどどうした？どうしたじゃないわよ。攻略を進めるためのモンスターだって言うから協力したんだけど。別に嘘はついてねえからな。レアモブからドロップする武器があれば攻略がしやすくなるだろう。なるほど、随分とくだらない言い訳を考えたものね。それよりレアモブはどうしたんだよ。悪いな、逃がしたよ。彼女を倒すことが攻略を進めるために必要なことだとは思わなかったからさ。曖昧な情報しかもらえなかったから、あんたらがターゲットにしていたなんて気づかなかった。大方レアアイテムの報酬をあんたたちだけで分け合いたいから詳しい情報を出さなかったんだろう。ノラパーティーを組むならちゃんと同じ目的の人を誘った方がいいぜ。他のメンバーに連絡入れようぜ。作戦失敗だ。まったく、あ
あれくらいで帰らせちゃってよかったの。言い争いになったところで解決するわけじゃない。まあそうだけど、問題はあいつらよりもティアよね。そうですね。ティアちゃん、どんな気持ちで私たちの横を走っていったんだろう。少なくとも私たちプレイヤーに対しての印象はさ、そうですよね。みんな行きましょう。ティアはきっと辛くて寂しい思いをしたはずです。なので横にいてあげたい。うん、プレミアちゃんの言う通りだね。辛い思いをさせた分も横でティアちゃんを探しに攻略を進めよう。プレイヤーの遊び方を責めていても何も解決しない。それよりも今はティアを支えることを考えよう。